ちゃう、あちゃんです。今日も新しいジュース見つけてきました。はい、ということで、この前買ってきたアイノスコールの赤リンゴ味飲んでみたいと思います。ではいただきます。ちょっと黄色い、ね、乳白色で飲みたいと思います。あー、リンゴのいい香り。レッドアップル飲みたいと思います。いただきます。あー、うん、リンゴ、リンゴのね、買った時あの酸味と甘みのバランスすごくリンゴって感じ。富士とかなんかあんな感じ、ほんまリンゴカリッて噛んだ感じで、そこにスコールのなんていうのかな、乳性炭酸飲料っていうのの味が入って、これ美味しいわ。うん、超好き。うん、なんかリンゴ食べてるみたいありです、これ。果汁 1% しか入ってへんけどね。愛のスコール赤リンゴ味。うん、赤リンゴです。ぜひぜひ飲んでみてください。これはちょっとあちゃん、ここ最近のねジュースの中でも結構好きな部類かもわからへん。うん、炭酸まあまあ強いめ、結構ね美味しい。うん、ただ飲んだ後のね甘みがちょっと、あと人工甘味料っぽいかもわからへん。うん、スコールってそんなの使ってたんかな、分からへん。目が見えへんの今日。子供ってやんのかないけど、はい、ということで、まあ、子供にちょっとおら今日今おらへんからね、帰ってきたら2人ちょっと出ていってやん。帰ってきたらまたね、コンビニのローソンに出てくるっつって帰ってきたら飲ますのに置いときます。はい、愛のスコール赤リンゴ味美味しかったです、ごちそうさま。はい、ということで、ちょっとでもね後味が嫌な甘みが残るけど、年々、ね、飲んだ瞬間はすごいリンゴ、ね、後味嫌な甘みが残んねんけど、それがなくなったら口の中にじゃリンゴ食べた時の爽やかさが残るね。人工甘味をできるだけメーカーさん使わないでください。はい、ということで、今日のあちゃんのジュース紹介は愛のスコール赤リンゴ味でした。ほんまに見えへんの。もうダメだわ目が。名刺あかんなんけどな、名刺前行った時に何も異常ないって言われてんけどな。はあ、今日あちゃんの紹介した愛のスコール赤リンゴ味良かったよと思ってくれたら高評価を、で応援コメント、チャンネル登録してみてくれたら嬉しいですよ。またね、バイバイ。